はい、英検2級ギリギリ合格指南その2。はい、英検、準2級と全く同じ2級も。あ、そうなんかと。うん、そうなんですよね。まあ、2級だからもうちょっとやりますか。10番までいった。で、11番ぐらいになったら、答えは結局、キャッチアップウィズ、追いつくとかね、知ってたら、あ、これ、キャッチアップウィズや、できた。それから、例えば12番、お金持ち、はい、リッチ、リッチ、あるいは何、何リッチ、ね、ウェルシー、ウェルシー、はい、それから、ウェルオフ、ウェルオフ、ウェルオフ、ウェル、うん、ウェル、ベター、ベスト、ハイフォン、OFF。あるいは、ハイフォンでなくて、ウェルオフ。どっちでもいいです。はい、ウェルオフ、お金持ち。The rich are not always happy. Rich people are not always happy. 金持ち、幸せとは限らない。俺、不幸せになりたい。お金が欲しい。そう言うと、あさましい。お金のこと言ったらダメ。うん。けど、あまり我慢しておくと、晩年になって、お金に汚くなる。自分のしたいことをやる。はい、これね。不足する。はい、ショート、ショーティッジ、不足。ランショート、不足する。熟語。それから、next to impossible, almost impossible, ほとんど不可能。これね。それから、major in, M-A-J-O-R, major in, なんとかを主先行。あ、先行するよね。major in ね。はい。準1級ぐらいになったら、minor in, 副先行する。うん、例えば、言語学を主先行にし、心理学を副専攻にするとかね。イギリスではスペシャライズいいんですけど、まあ、メジャーイングラーしか出せない。はい。deal with, cope with, なんとかに対処するとかね。うん。で、それから、はい。on the go, 常に移動している。on the go, on the move, move, うん、とか。それから、lose face, 面目を失う。lose face.ベイク、ベーカー、ベーカリー、ベーク、パンなどを焼く。わかりますか？コール、コールオフ、キャンセル。プットオフ、ポストポーン。これね。コールフォー、デマンド、リクワイア。なんとかを要求する。なんとかを大声でコールする。うん。次、まあ文法問題も1問ぐらい出るか。would have PP、仮定法、過去完了。で、君は映画に昨晩行ったかい？ No, no だよ。で、I なんとかなんとか。でも、I had too much homework, too much assignment、うん。あまりに宿題が多かった。だから、I would not, I would have gone。いや、行っていただろうね。うん。でも、あまりに宿題が多かった。would have pp, would have pp、うん。would なんてやから had が来るはずない。そうでしょ、うん、should have pp とかね。文法問題ね、基礎ですね。それから、文子構文ね。例えば、in speed reading, there are several points to keep in mind. First,Read only looking for the main point. はい。Read 読みなさい。Only looking for. カンマないけど、メインポイントのみを、ね、探しながら読みなさい。こういうふうに。Looking for なんとかしながら。分子構文。で、Having PP 完了分子構文。Having finished my homework カンマなんちゃらなんちゃら。私は宿題を終えちゃったので、完了分子構文。完了分子構文否定は、never having pp, not having pp、うん。完了分子構文の否定とか。born in, educated in England. he,
むちゃむちゃ。はい、彼は、英国で、教育されたので、educated、ね、というふうに。educated は having been educated、あるいは being educated。まあ、あまり重いからそれを省いて PP だけ残ったとか。うん、他に何、As far as I know、私の知ってる限り、As far as I can see、As far as my eyes can reach、そんな風に、As far as I、何かな、As far as I am concerned、私に関する限り、これが as です。他は as long as SV、なんとかの限りとか、あ、そうか。こんなん5、6回分やったら大抵出てくるよ。はい。だから英検2級は、12級と一緒、一緒、一緒。そう。で、第2問 A も、新形式になってからずっと同じです。タイトル書いてる、The Nicest Day。on the calendar、 カレンダーで一番素敵な日、意識で念頭に置いて21、22、23をやる。それから、Lonesome George、 Lonesome George、 何やこれは、これはちゃんと読んでったら一行目に Lonesome George、 コーテーションがあり、 Lonesome George、 Lonely、 寂しい、寂しいジョージ、一人ぼっちのジョージちゅうのは名前ですよ。世界で最もレアメタル、レアカードの生き物の名前ですよ。カンマ、ジャイアントトータス、トータス、陸亀、巨大な陸亀です。ファウンド、見つかった、いつ、1971年に、オン・アン・アイランド、ある島、ニア・サウス・アメリカ、サウス、南アメリカの近くの島で。Why is he so unusual? なぜ彼はそんなに普通じゃないのか。As usual、いつものように。As always、いつものように。Unusual でないのか。なぜなら、He is the last living member of his particular group of tortoises。もう残ってる一匹だけ。かわいそう。もし彼が死んだら、このグループ、このグループは、むにゃむにゃむにゃ。In order to prevent this、 このことを妨げるために科学者たちは searching for、求めている、 search for、 ただし in search of for a female tortoise、メスのカメを、like him、 彼のような、 so that できるように、彼が pass on、 伝えるように、彼の遺伝子をとか、そうすると大体 become extinct、 絶滅する、 die out、 perish、 知ってる、 as a result、 その結果、言い換えたら consequently とか in consequence、 分かってる、3つぐらい覚えとくよ、ね、これあと何かっていうと、はい、ダメージ、はい、場合によってダメージ、損傷を受ける、楽しいね、こういうので落としちゃダメ。第3問、はい、手紙、今では、全部、ネットというかオンラインのやり取りですね。じゃあ誰から誰に、それで3つある。The chances are、 はい、で、チャンスが何とかである、偶然何とかである、だから多分何とかである、多分何とかである。 The trouble is、 困ったことに、 The problem is、 問題なのは、
What is important is 大事なことは。What matters is What counts is 大事なことは。Fact is 実際は。Fact 反対 fiction 分かってるとか、あるいは、responsibility be responsible for 何とかに責任がある。Responsibility be responsible for に対し責任があるとか、こういうことちゃんと分かってます。 Where プラス完全文、 Which プラス不完全文とか。次の問題、第3問の B、タイトル見ろ。Home from home、 故郷からの故郷、どんな意味、故郷からの故郷どんな意味かなと、そうすると正解はね、例えば見たら、科学者たちは最近何を発見したか。 A planet that is similar to the Earth be similar to、 地球に似た惑星を何光年か先、60光年でか、60光年というと光で60年、光年 light year、 大抵1万光年先、そんなん分かるんかと。そう目で見えない、でも、その光をこう分析していたら、ここに惑星らしいものがあると分かる。今地球に似た惑星もいっぱいいっぱい見つかっている。なぜ宇宙人がいないんだって、要は科学なんとかでネットでありますね、そんな話ね。はい、だから例の話が、他に Which of the following 次のどれが True be true of に当てはまるか。 Greece 581C、のにどれが当てはまるか。Be similar to に似ている。32番、なぜプラネットは far from から、離れているのか。 Star unsuitable for life 生きるために不適切であるという、スターどころではないのか。どんな意味。いや、それはね、大体、生命がディベロップ発展していくのに、あまりに寒すぎる、マイナス70度とかなんとかだったら生命はどうなる。いや、そういうところでも生き残る生物いるでしょう。まあ、いますけど、普通はどうなんやと。じゃあ月面上に生物はいるのか何とかとかね。で、What do scientists believe about Greece 581C? 科学者は何を信じているのか、それについて。はい、That 以下を信じている。They believe that SV. There are many other planets like it. それのような多くのは他の惑星がある。そうか。で、C、Eyes and Memory。目と記憶、メモリー。なんか面白そうやね、中身が。ということで、皆さんの頭は2級を解くのに、発展していますか？日本語で読んだら面白いね。はい。あと、英検2級については注意事項。ライティングね、配点は高い。ポイントがある。3つある。はい。どうやったら、これ書かなくてもいい。書いてるだけで、全部使うんですよ、当然ね。例えばコスト、ワーク、コミュニケーションだったらこれ3つ使う。そうトピックに書いている。一部の日本の大学のプログラムの中でスチューデンツは、外国で勉強せんといかん。 For one year 1年間 Do you think 考える、あなたは、ユニバーシティスチューデンツは海外で勉強すべきと思うか。コスト、ワーク、コミュニケーション、これ書きやすいね。なんで反対したらいい。で、It takes too much money。
take, cost, cost がいいね。It takes too much time. It costs too much money. お金がかかりすぎる。時間がかかりすぎる。もうええから、とにかく反対、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 反対って書いたら書きやすい。それとも賛成する。だってこれ英検やから、英語ねえから。賛成、賛成、絶対、絶対した方がいい。なぜなら海外に行ったら本当のコミュニケーションができる、学べるから。たとえお金がかかろうがっていうふうにやるか、どっち、どっちでもいい。はい、そういう練習を明日までにやる。模範解答を見ながら自分はどうやるか。逃げる、ということを考えるわけ。あまりしてない人はね。うん。それで、あと何やったらいい？そう、リスニング、リスニング、リスニングね。リスニングの、今度は、準2級は10点、10点、10点の30点でした。県準2級は、1から10までが、選択肢何も書いてない。ただし3つから1つ選んだらいい。ああ、そうか、これ満点取れそうなやつやな。で、県2級は15プラス15です。15プラス15。最初の15が優しい。で、これで、15×80%、12を取る。次で、わからんな、ちょっと長いな。で、15点、15点のうち、ちょうど真ん中、15分の8か9、9を狙う。すると、9プラス、全部で30のうち、最初15のうち、11取って、次に15のうち8、足したら19か。19。30の19。で、6割ちょっと取れる。はい。取らぬ狸の皮残用。取らぬ狸の皮残用。ですけど、まあまあこれぐらいやな、というのがわかる。はい。できた、できた、できた。今からやるべきことは、ちゃんと、全体で、ギリギリ、受かるぞ。Take your chance. Take your chance. これを忘れないようにする。OK. Good luck. ギリギリ受かった。睡眠時間は6時間ぐらいを取っておくように。いや、いつも5時間やったらいいけど、人によるけど。はいはい。試験を受けるとき、姿勢を崩さないように。はい、気合い入れて、試験を楽しもう。Good luck.